はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。あずさ様、スギチョビリ様、リュート様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただきまして誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して、政治活動資金と河野太郎裁判費用にさせていただきたいと思います。メール党員懇親会紀元節の会定員に達しましたので締め切らせていただきます。ご応募誠にありがとうございました。昨年の23年の結婚相談所倒産が過去最多、女性が強くなった結果、結婚をストライキする男が増えているそうで、つまり結婚することを諦めると、その結果ですね、結婚相談所に登録してある男女比率が1対2の甚だしい女余り、つまり男が1で、女性が2になっている模様であります。ユニバース25楽園実験みたいになってきたなぁ。興味のある方は靴沢楽園実験で動画検索なさってください。男の方はですね、年収とかで足切りされちゃうんだって。年収500万以下の人はお断りみたいな、最初にズバッと大なた振るわれて、まあ結果ですね、相談所に登録するまで行かないっていう男が、まあね、精子だって1億に、1の、その、なんていうのかな、競争勝ち残んないといけないっすもんね。まあ少子化なのに、あれだなーっていう話なんですけども、でも私考えるに、結婚しろしろっていうのは、かわいそうなので、結婚したくない、しない人に結婚しろしろはかわいそうなので、結婚した夫婦で、一人子供生まれたけど、次どうすっかな、教育費大変だな、いうですね、悩みを解決して、3人産んでもらう、4人産んでもらう、っていう風に、した方がいいんじゃないか。結婚しろしろじゃなくて、結婚して、夫婦を、頑張ってもらう。で、3人、4人と産んでもらう。まあ、具体的にはですね、公立学校、公立高校、公立の大学は全部無料にしますとか、あと扶養控除、子供1人当たり200万控除しますとか、つまり年収400万円のお父さんだったら、2人産んだらもう無税だから、消費税は取っけどね、みたいな、そんな感じに優遇すとか、そういうのが必要なんじゃねえのかな。やめろ、社会保険料から取って、金を取って、まず取ってからばらまくっていうのをやめろって思うんですけど、最初から取んなって思うんですけど、どうでしょうね。山形市、ジェンダーに配慮して、ミス山形、応募条件から女性を削除。男性も応募できることになりました。ミスって名称は維持するというわけのわからないことに。つまりミス、ミス山笠じゃねえ、ミス花笠ですね。ミス花笠、が男も応募できる、男も出場できるってわけのわからないことに。世論です。頭大丈夫？市長誰だよ。正気とは思えん。時代にそぐわないね。そんなの誰からも望まれてないぞ。ミスター花笠やれば解決なのに、女装男コンテストは見たくない。失敗の意味でのミスではないか。パヤどものせいで異常なことに。時代がどう変わろうが、男は男、女は女と。男も応募できるミス花笠って、どう考えてもおかしいだろうって。シンプルにおかしいだろ。関係者はおかしいって思わなかったのかな。私、小さい時は、スーツ着てる人は、みんな、作業服着てる人より、比較的賢いって思ってたんだけど、そんなことは全然ありませんでした。大人になってよかった。スーツ着てても、バカはバカって感じでね。こんな事態に陥るとは、議員か市の職員に、うるせえ基地がおったんですかね。それとも市長が基地なのかな。元通産官僚の佐藤高平市長、高平市長、自公推薦で当選してますね。ウィキペディア見ても、この人の思想が見えてこないんですけど、ジェンダーに配慮しろって大声の
基地になんでね、うるせえなって言えないのかな、ケネディが日本で一番尊敬してるって公言した上杉鷹山も泣いてんじゃないの。山形の人ですからね、上杉鷹山、なせばなる、なさねばならぬ、何事も、いう言葉の人であります。朝日新聞、北海道での有刊販売をやめると発表。休止って書いてありましたけども、復活することはもうないな、多分。東海の3県ではすでに休止しているそうであります。もういっそ町会もやめちゃえば、世論です。無駄紙減らして環境対策に寄与。ついでに町刊を廃止してみよう。いよいよ廃刊が近い。広がれ新聞休止の流れ。早く九州も廃刊してくれ。もう新聞が売れる時代じゃないと。私、街頭の政治活動の時に、紙の新聞環境破壊、今すぐ新聞やめましょうってアナウンス延々流しながらやってんですけれども、我らが逆羅針盤、朝日が推進なら反対、反対なら推進すべきと、全くのシンプルかつ正確無比な指針ですよね。北海道だと配達距離が長そうですもんね、一つの営業所で50キロ四方をカバーしてるとかね、とにかく隣が遠い、配達バイクのガソリン代も密なとことはわけが違うでしょ。あの東京とかとはわけが違うでしょ。朝日は新聞部の赤字をどうにかこうにか不動産部の黒字でカバーしてるんで、新聞発行やめた方がいいんだが、なかなかやめないね。意地になってんのかな。それとも中国共産党のスパイとしての意地でもあるんでしょうか。これが上場企業だったらですね、株主が黙ってないんですけどね。新聞部もどっかに売っ飛ばせよって、すぐ要求くんですけど、取引銀行も黙ってないんですけどね、新聞やめたらって取引銀行が助言してくと思うんですけど、朝日ってまだ借金らしい借金がなくて、銀行に気兼ねしなくていいんだろうか、不明であります。朝日がとうとう絶望し、新聞やめる日が見たいであります。私生きてるうちに。2021年11月、兵庫県で自宅に放火、12歳と7歳の兄弟2名が死亡した事件の犯人、おじの、被害者のおじの松尾留世、53歳を死刑にを求刑、53歳に死刑を求刑、留世だって、留世。なんかもう産みたくないみたいな、あれじゃないですか、名前じゃないですか。被害者は妹の子たちで、妹に働けって言われて、働きたくない一心で放火したそうであります。放火でなんで働かなくて良くなんとか全然わかんないですけどね。亡くなった兄弟が非常に気の毒であります。世論です。子供さんたちあまりにも気の毒。青葉レベルのモンスター。嘘みたいな本当の話。クズ中のクズ。妹家族は逃げるべきだったよな。これは文句なしに死刑でいいだろ。とんでもないクズだな。過去記事調べたらですね、妹夫婦に精神的苦痛を与えるためにやった。お前らのせいだと供述してました。まさに人間のクズですね。クズオブザクズ。基地ですね。死刑になっても仕方ないとか言ってたみたいなので、お望み通り、してあげたらこういうやつはさ、なんかこいつと、止めよが、止めよと、じいちゃんばあちゃんで住んでて、妹が、戻ってきた。再婚なんだって、妹が。外出てですね、一人、子供を産んで、まあ、12歳のお兄ちゃんの方かな。で、離婚して、今の旦那さんとですね、再婚してもう一人産んで、7歳。の弟できて、で、実家に戻ってきた。で、じいちゃんばあちゃんが亡くなって、妹夫婦4人と、おじの1人が実家に住んでおった。実家はですね、広大な田畑を有する4代目の米農家、だっちゅうんですよ。で、まあ、その犯人、家にいたんだろうな。俺は米農家とか言って、まあ、米農家って、基本暇じゃないですか。でね、いわきの米農家さんだと、だいたい土木作業とかの、バイトしてんですけど、で、季節になると、休ませてくれ、つって、白かきしなくちゃなんでとか言ってですね、あれすんですけど、まあ、家にいたんですかね、米農家っちゅうことでね、んで働き、はいたらやらって言ったら、カッとなって放火って、全然わかんない。理屈が。自分家だろ。自分家でも
あんのに放火。全然わかんないですね、こいつのあの精神状況が。あなんかあの頭おかしいやついるんだな。皆さんご存知、韓国は竹島を軍事占領している敵国ですが、2023年韓国を訪れた外国人客1位が日本人になってしまいました。231万人も韓国に行ったんだって。時事通信が嬉しそうに報道しておりましたけれども、なんかですね、あの記事よく読むと、アメリカ人、中国人の観光客が減った結果、日本人が1位になっちゃったらしいんですよって書いてありますね。世論です。在日の里帰りだろう、親類に会いに里帰り、里帰りとトランジット、トランジットってあの乗り換えですね。これ単に中国からの観光客が減っただけだよな。 NHK その他が韓流を10年以上全力でご利用ししているのに、この程度安い整形ツアーがあるそうだ。他の国の人が行かないだけ、沖縄行くより安いから。ノージャパンって方がやってんのに日本人が来て嬉しいの？日本の方から来ました、日本人とは言ってないと。特に感想ないっす。行きたいやつは行けとしかね。韓流おばさんとかバカであの治療不可能っすから、もうほっとけばいいっすね。で、スリとか詐欺とかに会えばいいんですよ。その他のニュース、国民民主、玉木代表、総理は月500円の負担増と言ってるが、不正確。年に2万円上がる人もいることを説明すべきと、ちくりと叩いておりました。少子化対策支援金という名の増税を糾弾すね。26年は6000億円、27年は8000億円、28年は1兆円増税しますけれども、まあ平均して月に500円程度って岸田総理は説明してましたけれども、国保税を月に9万8000円払っているような人はですね、年額6000円じゃ済まないことは昨日の動画で私も指摘しておりました。岸田総理は財務省に言われたことを何も考えずに喋ってんだろうな。総理が悪であるとするならば、低知能罪と無能罪かな。日英伊共同開発の戦闘機を第三国に売ることについて、公明山口代表、議論が尽くされていないと反対しておりました。あんたら中国共産党のご機嫌損ねたくないだけだろう。いくら説得してもですね、あの聞く耳持たずにですね、議論が尽くされていないを繰り返すのがパヨの手口であります、公明党と。でテレビをそれを繰り返し放送してアシストすると、官僚おばさんがテレビを鵜呑みにすると、そういう流れになってますね。共産党の新委員長田村智子、次期衆院選は比例650万票を目指すと発言。2023年の参院選の得票が360万票だったんだよ、共産党は。支持者が高齢でどん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 ぶっこしてんのに、さすがに無理じゃないのとネット民一同困惑しておりました。起きながら寝言を言う人だったのかな、田村智子さんって。生活保護申請が11ヶ月連続増加。高齢者夫婦の片方がぶっこしたりするとですね、年金減って生活できなくなるパターンが多いそうであります。数が多い団塊世代がそろそろこうなってきてんのかもしれないですね。どうでもいいけど、どこの国もやってないですね。法的根拠もまるでないですね。外国人生活保護、今すぐやめろって。永住者だから何だってんだって。外国で困った日本人を外国政府は助けてなんかくんねえかね。全く不公平だよな。ジェイク・サリバン、アメリカ大統領補佐官。北朝鮮が戦争準備している兆候がある。まあ、気前よく、しょっちゅうミサイル飛ばしてますしね。いよいよ空に困って、韓国を攻めんのかな。休戦中の朝鮮戦争が終結すればですね、戦争難民ってことで特別に出している特別永住資格をなくせるので、我々としてはですね、どっちが勝ってもいいから、早く終結してほしいところですね。どっちも負けてもいいから、どっちも消滅してもいいから、早く終わるだけ終われよ。北朝鮮の皆さん、ソウルには美味しいものがたくさんありますよ。張り切って侵略しましょう。と励ましたいところ。バイデン大統領、マクロンフランス大統領のことをドイツのミッテランと言い間違えてしまう。すぐにですね、いやフランスだと訂正したが、最後にはドイツ首相と戻ってたみたい。おじいちゃんナイスボケ、ですね。民主党は次もバイデンで行くみたいですよ。他に人材ないみたい全然いないみたい。どうすればいいんだろうねこれね。
というわけで、メール当院懇親会締め切らしていただきました。メール当院に、皆様なってですね、日本改革党ご支援ください。衆院選は私東京12区に、出馬する、つもりであります。今のところ、出馬しますとか言っちゃダメみたいですね。あの公選法、出馬する予定ですとか出馬したいと思いますとか濁しておかないとダメなんて、出馬しますって言っちゃったら公選法違反なんだって。というわけで、ご登録よろしくお願いします。デトックスジャパン。